の巻き方をいつもと変えまして、はい、このように右の方から巻きまして帯の柄付けを出しております。はい、蓋巻きして仮紐でここ留めてあります。毛先を軽く留めておきます。タレを下ろしまして、その上に三重の、はい、このように仮紐をしております。はい、このタレ元を軽く開きまして、一度開いてから、はい、裏を出します。はい、タレを、はい、このように一回転するような感じで、はい、このように畳みます。だいたいこの幅一つ、手幅一つ半ぐらいの長さを取りましたら、この下の方の太鼓の角を一度折りまして、ここで先の方に、はい、これ輪を作りましたら、はい、ここでゴムをかけます。はい、このようにゴムをかけましたら、はい、こちらの方1枚をこう開きまして、はい、中心にクリップを留めておきます。はい、留めたところにこの裏側全部をこう手で撫でるように上に上げまして、はい、ここで中心にこの今作った、はい、先を、はい、このように巻き込むようにしまして、しっかりと、はい、ここ2枚に重ねて、この端と同じぐらいの高さにしましたら、はい、ここで中心をこう縮めるようにして、はい、こんな感じを作ります。はい、作りましたらここに1本ゴムをします。はい、この中心に、はい、ゴムを1枚しまして、はい、ちょっとここ桔梗の感じ、桔梗の花びらを、はい、ちょっと連想しまして、はい、こんな感じを作ります。はい、そうしましたら、はい、3本、はい、全部、はい、中心に乗せまして、はい、このように、はい、広げておきます。はい、そういたしましたら、はい、ここで、はい、右側の垂れ元から、はい、このように真半分に折って、裏側だけを1枚開きまして、はい、15センチぐらいの長さを取りましたら、はい、ここで中心にタックを取りまして、はい、ここ1本目の、はい、ゴムにかけまして、はい、この先軽く、はい、開いておきます。はい、この状態作りましたら、ここで羽を止めておきます。はい、そうしましたら、このまま、はい、左の方に持っていきまして、はい、真半分に折りまして、はい、そこで下の方だけ1枚開きます。はい、開きましたら、はい、この長さ全部を使って両方同じ羽を作りますので、はい、中心を決めて、はい、長さの確認をします。はい、確認をしましたら、はい、ここで、はい、折ったところで一つこうタックを取る感じになります。この幅です。それで今
今1本目に入ってますので、ここで、はい、2本目のゴムにここで通します。はい、それからこの長さを、はい、そのまま、はい、同じ下に、はい、ここで折りまして、はい、中心から折りまして1枚だけ開きまして、はい、ここで同じ長さにして、最初の、はい、この羽を留めた1枚目に、はい、このように入れます。はい、ここで調整しまして、今作りました、この羽全部をこう上に持ち上げるようにして、はい、この下に枕を置きまして、はい、全部持ち上げて、はい、飾り帯をねも留めておきます。はい、この状態ができましたら、はい、ここに手をかけて中心敷きますと枕がしっかり上がりますので、はい、ここで、はい、羽の長さの、はい、調整をもう一度確認します。はい、そうしましたら、はい、このまま上に持ち上げまして、半分の帯を、はい、このように4等分にしましたら、この下にありますもう一本のゴムに、はい、ここで、はい、軽く開いて、はい、作ったひだの、はい、ここのひだのこのあしらいに入れます。はい、ここで、はい、これをきれいに自然な感じに開きまして、はい、少しだけ、はい、幅出しをして、はい、ここに帯締めを通します。はい、中心決めましたら、はい、少しこう斜めに上がるようにしますと、はい、枕が隠れますので、はい、これで少し上に、中心より少し上に上がる感じにして帯締めをいたします。はい、ここまでできましたら、はい、ここで、はい、畳んであるひだを、はい、このように引き出しまして、はい、両方同じ長さに、はい、こんな感じで仕上げます。